君の人生はここで終了だよ。フィルム。はい、チャンネル登録しました。吉本総合芸能学院、通称 NSC、 プロを目指す人たちの集まるお笑い養成所だ。もっとなんかそれの設定に乗っかったものがあるのかなと思いました。そしてこの二人も。32番原からコントに乗せさせていただきます。男と男、そういう勝負。それがパーンとこうスパークですね。大阪 NSC 44期生原から。なんかあの爪がこうガーンと当たったりとか、そういうことじゃない。なんかあの体がこうひんまとこう当たって、そういうことじゃない。そういうことじゃない。そういうことじゃない。ただあのクマをまあ倒したって言ってて、その記者側としては、記者とそっち側の、はい、あのとしてその服装をまず見るよ。だからそこをまず俺は突っ込むと思うけど、びっちりですやん。普通ね、まあそういうのってまた匿名してたらやっぱ傷もね。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。月に10回ほどあるネタ見せの授業、この日の出来栄えは30点でしたね。全然煮詰まらず半生をお届けしたみたいな。25でもいいぐらい。それまた分かってたんで、分かってる。なんかちゃんとやっていったらいけるんちゃうかっていうのをなんとなく掴めたかな。満足のいく出来ではなかったが、前向きな2人。ところでコンビ名のハラカラとはどういう意味なのか。古文の、古典の古文の単語でハラカラというのがあって、それが兄弟とか同胞って意味なので、で僕ら兄弟でやってるのでそれでつけました。兄の翔吾さんと弟の智之さんの兄弟でコンビを組んでいるハラカラ。ネタ順が書かれたホワイトボードにも同じ名字が並ぶ。全く言われないですね。似てない。僕が母にで、こっちが父に似てる。で、短期は絶対 お父さん、うん、なんかすぐ捨てるとかお父さんみたいな。すぐ捨てて、もうええやみたいな。大雑把。俺はめっちゃその心配性と、あもったいないみたいな、もうめっちゃお母さん。いろんな兄弟コンビがいる中、この二人は見た目も性格もあまり似ていない。そんな二人がなぜコンビを組んだのか。ことお笑いに関しては似てる、うん、全然ないけど、お笑いの価値観だけ合うから、まあうん、お笑いできてるみたいなところですかね、うん、それが合わんかったんだ。全然できる。いやでもほんま、でも そこはそれはめっちゃあるかも。なんかそれが合ってへんかったら多分やってへんじゃん。いや、そろそう、うん、やろうとはならん、うん、兄弟やとしても。兄弟らしくない兄弟コンビ、ハラカラ。ではなぜ二人は芸人を目指すことになったのか。二人は滋賀県栗東市生まれ。ネクラだった兄の翔吾さんに対し、目立ちたがり屋だった弟の智之さん。おはようございます。おはようございます。現在兄の翔吾さんは大阪で一人暮らし。この日はお部屋にお邪魔した。それこそこっちはなんか全然部活入ってなくて、生徒会だけやっててみたいな。向こうはちょっと強いところの高校サッカーやってたんで、全然こう接ってなかったんですけど、この番組面白かったでとか、あれ見た、これ見た面白かったよなっていうことだけ話してましたね。だからお笑いのバラエティ番組とかの話とかはしてましたね。2人をつなぐものはお笑い。学校生活でお互い忙しくなっても顔を合わせるたびにお笑い番組の話はしていたという。お笑いヒント、そうですね、まあ、DVD 見てなんかネタこんなあんねやって知って研究したりとか、まあ同じ人が本書いてる考え知ったらそういう考えあんねやとかでヒントを得てる感じですね。翔吾さんの自宅にはお笑いの本や DVD などが並ぶ。ダウンタウンさんに影響を受けてるので、まあそれの DVD 見て面白いなという感じですね。中学3年生までサッカーやっていて、それで中学3年の時にちょっとサッカーがうまくいかなくなってしまって、で、その時に鈴木が落ちて、で、鈴木が落ちた時にサッカーも無理や、で、何も面白くないってなった時に唯一楽しかったのが、まあ人と喋ったりして、それで、まあ他人が笑ってくれたりとか、そうやって、まあ、
いう場所が好きやったので、そういうことをしてるのが一番幸せかなっていうのがあったんで、しんどい時やったんで、なんかほんますがるじゃないですけど、自己防衛みたいなとこもあったと思います。なんかそれがうまくいってなかったりしたんで、やもうこれだけにしがみついて、もうこれだけ話さんみたいな感じの、今考えたらそんな感じだったんだなって。辛い時の自分を救ってくれた、自分が言ったことで人が笑ってくれる場所、これさえあればいいと思った翔吾さんは、この時お笑い芸人になる決意をした。あ、もうその時中3の時点で決まってましたね。だいぶほぼ決まってました。もう別になるっていうのはほんま決定事項みたいな、自分の中でもうそれ以外興味あることなかったんで、その時。一方、弟の智之さんは、いや思ってないですね。いやずっと好きやったんですけど、なんか普通なんかなって、なんでかなったあかんというか、なんかあかんのかなってずっと思ってました。なんとなく難しいというか、しんどいみたいな、そんななんかイメージとしてへばりついたなんかそう思ってたのかもしれません。難しい、しんどい、そんなイメージが強かったという智之さんは、お笑い芸人になることは考えていなかった。転機となったのは高校3年生の時、進路について兄の翔吾さんと話したことだった。兄が、まあ、なるって言って、そう聞いた時に、なんかほんま、なんかいいのみたいな感じで、あかんと思ってて、なぜか。いいんやと思って、それで、まあ、ずっと好きやったし、なんか一回ダメでも挑戦しといた方が後々後悔せんへんやなと思って。兄と話して気づいた芸人になりたいという思い。智之さんは大学に通いながら翔吾さんに合わせて NSC に入学することを決めた。原案みたいなの出すときに、普通単純に思おうと思って、そうですね、一緒にやりたいと思いましたし、まあ、自分もこう面白いの思いつきたいというか、で向こうがないものも多分こっちを持ってると思ってたんで、そこは自信持ってやろうかなと思います。2人でやっていけると思います。夢いっぱいに不確かな世界に飛び込んだ2人、そんな息子たちを両親はどんな思いで見守っているのだろうか。らしいなと思いました。多分長男が考えたんかなって思ってたんですけど、俺と同じこと思ってる。勝手にですけどすごい、まあ、文学の方がこう好きで、それをコンビ名で使うっていうのはらしいなっていうのが第一印象でした。ハラカラという長男らしさの出たコンビ名に嬉しそうな表情を見せる両親。しかし兄弟二人ともが芸人の道を歩むことは予想外だったという。争うとか思ってじゃないんですけど、家族がみんなが笑い好きやったので、うん、ただのお笑い好きかなとは思ってましたわ。なんかね、なんか入るとは思ってました。うん、僕はね。元々はまさかなと思ってたけど、それはびっくりしましたけど。私的には2人で何かをしたいんやなっていうのが。あったので、あもうこれは2人で漫才をしたいんやなとか、コントをしたいんやなとか、兄と何かをしたいと。そして想像もしていなかった道を歩み出した息子たちに親としての気持ちを明かしてくれた。不安が一番大きいですよね。まあ食っていけるっていう、そのもうそれだけですよね。僕の人生じゃない、あの子らの人生かっていうのを言い聞かせたっていうのはありますよ。俺は自分たちが好きなことの世界行くので入ったら絶対楽しいやろなっていうのは思ってたんですけど、その後のこと思ったら、うん、大丈夫かなっていう不安は本当に大きかったです、親として、うん、でもここまで自分らをやったっていうふうに納得するまで頑張ってほしいなっていうのはあります。自分の中でこんだけやったっていう、もしそこまで思える
ただ素敵やなっていうのもありますけど、はい、うん、だから応援ですね、うん、頑張れって感じです。まあ陰ではこうね、YouTube 自分で見てこうやって面白くねえなとかまだまだやなとか思いながらこんなことも息子には言わないんですけど、まあ陰でこう応援したらいいなとは思ってます。お疲れ様です、はい、お疲れ様です。この日は2人のネタ合わせに密着。ネタ作りは主にボケの翔吾さんが最初にアイデアを出し、その後2人で一緒に練っていくスタイル。まあ、いろんな 僕よりいろんなお笑い見てきてるんで、知識というかそんなの僕よりいっぱいあって、普通に思いつくことが面白い。弟の智之さんはネタ作りにおいて兄の翔吾さんを絶対的に信頼している。一方翔吾さんは、ね、面白いと思うことをやりたいんで、やりたいとかそれを作ろうってなると、やっぱりその価値観が人じゃないとなかなか作れないのかなと思います。一緒のもん見たりしてるので、その共通言語というか言わんでも分かるような部分が、まあ、そもそもあって、そこからスタートできるみたいな。子供の頃から同じものを見て笑ってきた二人、コンビとしてやっていく上で兄弟ということの強みは大きいようだ。まあそれはいい順位取りたいですけど、まあ、そっちよりかそのいいネタができれば、まあ、NSC 入っていろんなネタ作りの授業とか受けていろいろ気づいたことがあるんで、まあ、それで今までこう、まあ、1年間の就活じゃないですけど、そういう反省とかも生かした、まあ、なんか同じこと繰り返してもしゃあないんで、やっとこう反省化してちゃんと一応こう前に進んだというか、一番最初の時からなんかこうちゃんとできたなみたいな、学んだこと生かせるような、生かしたようなネタが作れたらって感じでした。はい、ついにやってきたNSC 大ライブ当日。この日のために新ネタを作ってきた二人。まあちょっと人が多いので。さすがに緊張してますが、あとはやりきるだけなので頑張りたいです。ちょっと自分の声明だけ間違いないように、ほんまにそれだけ頑張ります。ハラカラにとって NSC 在学中最後となるライブ出演。決勝に進出できるのは165組のうちわずか8組のみ。厳しい戦いが予想される。果たして1年間の成果を見せることはできるのか。いよいよ次がハラカラの出番。こんな変なサングラスして一人で踊ってるって何？絶対これについてなんか隠し事してるやん。絶対自白させよう。ちょ、お父さんいい加減にして。何のことや。でもこっち我慢の限界なんよ。何が言いたいねん。いろいろあるけど頑張れよ。最悪や。どうもありがとうございました。ネタ時間はわずか2分。今の精一杯の力を出し切った。およそ7時間にもわたって行われた予選。ハラカラは上位8組に残れるのか。よろしいですかね。あと1組ってなった時もドキドキする。いやドキドキしますね。今もなかなかね、ちょっと好調ですけども。確かに。もうそれでは行きましょうか。7組目お願いします。
次が最後の決勝進出者、果たして。結果は予選敗退。こうして NSC 生として最後のライブが幕を閉じた。大ライブを終えた直後の2人に話を聞くことができた。神10点、出来100点みたいな。練習した通りのことはしたけど、中身が10点ぐらいだった。なんかこう、まあ、いろんなことが重なってこう、なかなか自分の中でもこう、思う通りの形にならなかったっていうのがあったんで、まあ、それも含めてしょうがないかなと思っています。満足度はもう、十分もないぐらい。でもまあ やることはやったって感じです。だからまあすっきりす次またやっていこうとなってる感じですね。そしてハラカラの2人にある人たちからメッセージが。今日は応援に行きたかったけれども行けなかったごめんね。これからいろんなことが待ってると思いますけど、一番にはもう悔いのないように頑張ってください。人生生きていく中で何一つ無駄な経験っていうのはないと思ってます。その経験を生かすのはでも自分自身なので、いろんなことを吸収して周りの皆さんに感謝して、感謝は絶対忘れず、それとこういうご時世なので体には気をつけて道を歩いていってください。これからも体に気をつけて頑張ってください。応援してます。両親から2人へのメッセージ。でもありがたいな、恩返しの形に何かしらしてできるように。まあ多分めっちゃ心配はしてると思うんですよ。逃げって言ってもらえるのかな。それを目指して一心でやってみて、自分が全然知らないんだなっていうのを知ったって感じなんで、それを知っていくのが、こう分かっていくのがやっぱ楽しいんで、それをずっと考え、自分で考えながらやっていけたら、ね、自分の好きなものを信じてやるというか、この人にしかできないやつ、ネタとか、まあ、その人にしかできないことが多分出てくると思うんで、そう、おのずとぶれずにやっていきたいです。兄弟を超えて相方となったハラカラ、二人の芸人人生はまだ始まったばかりだ。